これは昨日私が余ったパンで作ったラスクです。今朝旦那がこれをトースターにかけて放置したせいでラスクが発火して火災報知器が止まらなくなる事件が発生。今回はなんとかなったけど、誤報で消防車が来ると3000ドルの罰金らしいので、以後気をつけていただきたいです。
んと食事に行くために、ライオンストリートに行きます。